かわいい子犬マルチーズの面白いお話。私は先日、友人の家に遊びに行った時に、とてもかわいいマルチーズの子犬に出会いました。その子犬はとても活発で、いつも人に近寄ってくるので、とても癒されました。そんな中、ある日のこと、友人がお風呂から上がってきた時、その子犬が何か口にくわえていました。友人が近づいてみると、なんとその子犬は友人のシャンプーのボトルをくわえていたのです。友人はその光景にびっくりしましたが、その子犬は何事もなかったかのようにボトルを離すことなく、部屋中を走り回っていました。友人はその様子を見て、思わず笑い出してしまいました。その後も、その子犬はいろいろなものをくわえては、友人や私たちを驚かせてくれました。それでも、どんなに面白いことをしても、その子犬の可愛さは変わることはありませんでした。私はその子犬に癒され、たくさんの楽しい思い出を作ることができました。もしも自分も犬を飼ってみたいと思ったら、マルチーズもぜひ候補に入れてみてはいかがでしょうか。その子犬の可愛さと活発さに、きっと癒されることでしょう。その子犬は本当に面白い性格をしていて、私たちが遊んでいる時には、いつも笑わせてくれました。その愛らしい仕草や表情を見ているだけで心が和みます。とはいえ、マルチーズはとても賢い犬種で、しつけをしっかりと行わないといけません。特に、運動量が多いため、しっかりと散歩をすることが必要です。しかし、その分とても人懐っこく、家族と一緒にいる時間が長いほど、愛情深いペットになるでしょう。もしも、犬を飼うことを考えている方は、ぜひマルチーズを候補にしてみてはいかがでしょうか。その可愛らしい姿と、明るく活発な性格に、きっと癒されることでしょう。